자, 뭐 지호? 소소소소 소. ジオウは夢クリエーションバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送り。ん？いやウールテンパりすぎってかかわいそうだねウール。ゲームの国際大会？あの男が黙ってないんじゃないの？あらやばいぞこれ、嫌な予感するぞこれ。ほらパラドクスロイミオってあれでしょ？サプライズフュージョンのやつでしょ？え？どういう出方なのこれ。来たよ、勝美来たぞ。それは誰になるわな。うわー来たー、下手なる来た。あースーツボロボロなびいてるよマントが。欲しい。あ、来た、つかさ。あら !BGM が、あらあら、なになに、つかさ、やば、なんだあいつ。来た、明日のパンツ。これ、アクアの変身もいいよね。これ、かっこいいよね。トライドロンが、あなた仕様になってる。オーラ？オーラ何やってんの？これウール終わったの？欲しい。ハッピーセットクイズ。歯が64本もある恐竜知ってる？知らないよ。お肉を食べない恐竜知ってる？知らないよ。毛がボーボーの恐竜知ってる？知らないよ。いろんな秘密がいっぱい。恐竜図鑑は今だけ。今日はマックだ。世界水泳今夜8時54分。もうナイスじゃん、つくよみ。やべ、水中入った。これ有利だろ、アクア。あらららら、ダメか。いやだよ、108。え、マジで？マジでウール行っちゃった？あら、ゲイツが。あらー白ウールだ来た。白ウズかー、またややこしくなった。どうなるんでしょうかね。気になる予告編は、はい、CM の後。俺には忘れてはいけない存在がいるじゃないか。はい、オロナミン C。 ビタミン C、 ビタミン B、 着色料、保存料ゼロ。元気ハツラツ。君さえいればいつだって全力で頑張れる。いつも君のそばに、オロナミン C。 よし、おお、おお、またジーフ来た。わあ、危ねえ、よかった。おお、なんかドキドキするんだよな。皆様おはようございます。もはや驚く男よりも、踊る男になった一ノ瀬隼人でございます。さあ本日は2019年7月28日日曜日、仮面ライダージオ第45話の放送でございました。はいはいはい、その前に、はい、オロナミン C。 なあ、元気ハツハツですよ。ああ、さあお久しぶりの仮面ライダーエターナル大道勝美が復
活しました。アナザードライブの正体はパラドックスロイミュード、劇場版仮面ライダードライブのサプライズフューチャーにね出てきた、ロイミュード108ですよ。一体どっから出てきたんだろうね。これ見て思ったんだけど、ちょっと見えたんだけど、パラドックスロイミュード、あれ進化体だよね。だってどうしてそれ重加速程度なのだろうか。だからね、大きいグローバルフリーズできるわけだから、もうウールのビビりようがもうかわいそうでかわいそうで。そしてお久しぶりで行きました、相互の友人大和田くん。 e スポーツのね大会に出てて、国際大会に出れると言ってたんですけどね、結局、負けてしまいました。さあそこに現れたスウォルツ、その大和田くんを利用して、そしてその大道克美がね、アナザーワールドから、出てきましたが、このアナザーワールドね、大和田くんにはゲーム大会で勝つ、可能性があったと。それを利用してスウォルツが、アナザーワールドを作ったと。で、さらに、それはね、ダークライダーを蘇らせるために、やってるんじゃないかと、司が推測しております。このエターナルはね、ダブルに倒されたダークライダーですけども、ただね、このアナザーワールドでは、勝ったことになっていると。またこれ、司の推測なんですけども。そしたらおかしくない？もしそうだったらね、このセリフおかしいんですよ。ダイドカツミの。いい加減きちんと死ねたと思ったんだがな、と。俺ダブルに勝ってるんだから死んでるわけないんですよ。これなんでなんでしょうね。ウール。久々に日朝にね、衝撃が。ね、ギリギリまでオーラがね、ウールのことを助けようっていうね、っていうね、行動はあったんですが、オーラがウールにとどめを刺してしまいました。いや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 、これあれですか、まあタイムジャッカー3人とも分裂してしまったと。分裂っていうかもう、ウールが完全に退場ってことでいいのかな。そしたら、ウール、どんだけかわいそうなやつなんだろう。これ、朝からウールファンの奥様方はね、もう悲鳴だったと思うね。3人で協力して、こう、どうのこうのっていうね、なんか物語をね、撮りたいなんて、なんか雑誌でありましたけど、ね、全然叶わず。っていうかもう逆の方向に行っちゃってて。脚本鬼でしょ。また、スウォルツがね、今度は、ゲイツの、世界を作ろうと。まあ、アナザーワールドを作りました。そこに、現れたのが、シローズでございます。ね、シローズがね、退場した時さ、みんないい印象だったのにもかかわらず、なぜここにまた出てきたっていう話なんですけども、ね、久々にあのグラサンかけてたね。はい、そんなこんなで、まあ、来週、仮面ライダー GO 第46話、まあ、ウォズ対ウォズ。そして来週もエターナルが大活躍でございます。これ明らかにゾーンマキシマムドライブが発動してるんでね、危険ですよ、これ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思う人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、一ノ瀬隼人でございました。また次の動画でお会いいたしましょう。